あどうも、あこんにちは、すいません、朝連絡したんですけど申し訳ないです。はい、皆さんこんにちは、本物の外科医の北原ひろとです。今回は佐賀県にある工学館中学高等学校で講演をしてきたので、それを動画にまとめました。ぜひご覧ください。大島先生のご紹介をいたします。お名前は北原ひろと先生です。先生は慶応義塾大学医学部を卒業後約8年、国内で研修を務められております。その後渡米され、現在シカゴ大学において心臓外科医としてご活躍であります。本日は、初めまして、本物の外科医の北原ひろとです、大変興味惹かれる演題で、ご講演をいただきます。先生、よろしくお願いいたします。まず最初に日本で外科医として働いていた頃の話をさせてください。現在は働き方改革で多少の改善はされてきていますが、当時の若手外科医である僕は休みだとなく馬車馬のように働かされていました。ある休日の朝です。病院から一本の電話。緊急手術が必要な患者さんがいます。休日に緊急手術で呼び出されることはいつものことで、状態があまり良くないとのことだったので、すぐに支度をして病院に向かいました。当時住んでいた家から歩いて10分ほどのところに病院はあって、足早に病院に向かっているところ、信号の前で60代くらいの男性が電柱に寄りかかっているのが目に入りました。突然地面に倒れる男性、声をかけても反応がなく呼吸もしていない。心臓が止まっている可能性があると判断し、周りにいた人に AED を持ってくるよう指示しました。すぐに心肺蘇生を始めなくてはいけない。すると病院からまた電話が。先生、手術を待っている人が急変して、すぐに病院に来てください。電話口から聞こえる看護師の声。病院で待っている患者さんがいる。ただ、目の前の命を見捨てるわけにはいかない。心臓外科医として、一人の人間として、一体どうすればいいのか。マミマミ、心臓マミマミ、心臓マミマミ、心臓マミマミ、プルプル電話が鳴ってきた。緊急手術に呼ばれたよ。急いで病院行く途中、目の前で人が倒れた。待ってる人がいる。目の前には止まった心臓。緊急手術か心臓か、あどっちかな、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 手術か心臓の僕は心臓、心臓もみもみ、君の心臓、心臓もみもみ、まずは心臓、心臓もみもみ、君の心臓、心臓もみもみ、心臓もみもみ、心臓もみもみ。ありがとうございます。改めまして、初めまして、本物の外科医こと北原ひろとと申します。よろしくお願いいたします。まず自己紹介からさせてください。私は、ご紹介ありましたように慶応大学を卒業後、心臓外科医になりまして、その後ですね、渡米してアメリカで心臓外科医と YouTube をやっています。で、今回はこの講演ですね、工学館の実は生徒の一人からですね、 YouTube を見てぜひここで講演をしていただきたいという連絡をいただいて、これが実現しました。ありがとうございます。
ただですね、工学館 YouTube を見るの禁止されてるっていうふうに聞いてるので、どうやってその人がですね僕の YouTube を見つけたのかっていうのは少し疑問になったんですけれども、まあそんなことよりも、今回ですね、なぜこの人は最初に歌を歌ったんだろうってすごく疑問に持っている方いるかもしれないので、そちらをですねちょっと説明させていただこうかなというふうに思っています。でそれが実は今回の40分ぐらいですかね、講演の、まあ主軸となる話になると思います。この歌っていうのはですね、まあ、心肺蘇生法、すなわち人が倒れて意識がなくて心臓が止まってるかもしれないっていう時に、まあ、心肺蘇生を、まあ、すぐしなくちゃいけないよっていうことを伝えるために作った歌なんですけれども、まあ、今回ですねこれ歌ったのは、まあ、心肺蘇生法を皆さんに知ってもらいたいとか、あるいは正しい胸骨圧迫のやり方を教えたいとか、医療をより身近なものと感じてほしいとか、そういったことでは全くなくてですね、この歌を歌った理由っていうのは、まあ、ここで歌ったらちょっと面白いんじゃないかなと。でまあどうですか皆さん、ちょっと面白かったですかね。はい、ありがとうございます。ということで、何が伝えたいかというとですね、テイクホームメッセージは、何かを行う動機ですね、何かをやろうと思うってことは、まあ、幼稚でくだらなくて欲求に正直で不純で全然いいんだっていうことですね。なんか例えば医師になるために人の命を救うなくて救うために医師になりたいんですとか、社会の役に立ち社会に貢献したいかできるような大人になりますとか、まあ、そういうことを言ったりすると思うんですけれども、僕は全くそんなことを思ってなくて、自分がやりたいことをやるんだと、それでいいんじゃないかということを今日お話したいと思います。で僕がですねいかに不純な動機でいろいろな人生の選択をしてきたかということをお話しして、まあ、それでもですね、まあ、今どうにかなってるか分かんないですけど、人生なんとかなるんだなっていうことを皆さんに感じていただければいいかなというふうに思います。ただし注意が必要ですね。今回する話は全て僕自身の経験と考えで好きでやってることですから、あなたたちもこうした方がいいですよとか、こうするべきですよとか、そういったアドバイスでは全くないので参考にはしないでください。講演の流れは全部で40分ぐらいで4つのパートに分かれるんですけれども、すでに歌と自己紹介が終わったのであと2つですね。なので3番がかなり長くなると思います。3番はですね、不純な動機で決めた3つの選択、3つの選択はですねこちらですね、経歴のところに書いた通り、僕は心臓外科医であり YouTuber であって、そして海外で働いている、この3つについてそれぞれ選んだ理由があるんですね。それをお話ししていこうかなというふうに思っています。まずは心臓外科医ですね。僕は2016年からアメリカのシカゴにあるシカゴ大学というところで心臓外科医をしています。で今もそちらで心臓外科医として働いています。心臓外科医になったのは日本でなったんですけれども、その理由はですね、モテたかったんですね。圧倒的にモテたかったです。僕は、皆さんモテたいですよね。中学高校生モテたくないですか？そうでもないのかな。僕はモテたかったんです、とにかく。そして小学校も中学校も高校生も大学生の時もモテなかったんですよ。でこれはどうにかしてモテるために、まあ、医者になって診療科の中でも一番かっこいいモテる科にしたいなっていうふうに思ったんですね。でそこでちょっと調査をしました。当時ですね、まあ、合コンって今はあんまりやってないんですけども、当時はね合コン 大前世紀でですね、男の子女の子3-3ぐらいで集まって6人で居酒屋で、まあ、2時間ぐらいやって、その後2次会に行くみたいなのお決まりだったんですよ。でその時にですね、皆さんにこう女の子にですね調査したんですね。どんな診療科好きですかって言って、そしたらですね、まあ、1位も圧倒的ですね、心臓血管外科がかっこいいんじゃないかって。でさらにですね、インターネットでも調査を行いまして、これね当時2チャンネルって言ってね、掲示板、ここにいろいろ書き込んでる掲示板っていうのがあったんですけども、ここにですね2014年の2月12日にひとみさんっていう人が彼氏にしたいよかっこいいよランキングっていうのを上げててですね、これの1位が、脳神経外科を抑えて心臓外科だと。でさらに日経メディカルオンラインという雑誌でも見たんですけれども、ここでもですね心臓外科っていうのは2位に、まあ、あったと。でこれは間違いないなというふうに思って心臓外科を選びました。だから動機は、まあ、多少不純ではあったんですね。で実際僕が心臓外科医になってモテたのかモテてないのかっていうのは、まあ、今回の話とは直接関係ないのでですね、詳しくは話さないですけれども、もし皆さんですね心臓外科医になってモテるかどうかっていうふうに気になる人がいたらですね、ぜひ心臓外科医になってみたら多分わかると思います。モテたかどうかは分からなかったんですけれども、心臓外科にはすごく魅力的な部分があったので、その心臓手術が面白いよっていうことを今回はお話ししようかなというふうに思っています。
でこれはですね、僕が YouTube に上げた動画で心臓移植ですねを1日、心臓移植を行う1日を動画にしたものですね。で、アメリカってすごく心臓移植の数多いんですよ。心臓移植っていうのは心臓を取って中に入れるっていう手術なんですけれども、日本で年間行われている心臓移植の数っていうのはですね、だいたい60件ぐらいなんですよ。日本全国でですよ、日本全国合わせて60件しかやってないんですよ、心臓移植って。で一方アメリカで何件行ってるかっていうと4000件行ってるんですよ、年間で。で人口比でいうと、まあ、日本は1億2、3千万で、アメリカは2億何千万とか3億ぐらいなんで、たかだか2倍ぐらいしか人口が違いがないのに、心臓移植の数はもう60倍ぐらい違うんですよね。だから僕がアメリカに行って心臓外科をやろうっていうふうに思ったのも、まあ一つはですね、この心臓移植を学んでみたいっていうことがあったのかもしれないです。でこの動画内ではですね、こちらの裏にもうモザイクにしてるんですけども、実際に心臓移植どうやってやってるかっていうのを出そうと思ったんですけど、 YouTube だとやっぱり出せないんですね。でせっかくね、今回こういう場に お招きしていただいたので、皆さんにはぜひですね、心臓移植が実際にどういうふうに行われてるかっていうのを映像で見ていただきたいなというふうに思っています。ただしもちろんそういうの見たくない、嫌だっていう人いると思いますんで、必ずですね、心臓の映像が出る前には僕がアラートというか、今から心臓 の映像出ますよっていうので、そういう場合はですね、目を隠していただいて、お願いします。ということでですね、今から始まる禁断の心臓外科医しか見れない世界、5つ目の質問で分かる心臓移植のやり方っていうのをやっていこうかなというふうに思っています。まず1つ目の質問、どうやって心臓移植をするのか。これめちゃくちゃ広い質問なんですけれども、でこれね、5個の質問、ぜひですね、生徒の人に答えていただこうかなというふうに思っていて、でもしですね、正解したら一応僕このプレゼント持ってきてるんですよ、5個なんで、そのプレゼントをその5人にお渡ししようかなというふうに思いますんで、どうやって心臓移植するのか、これは手術でですね、これが分かるよっていう人はぜひちょっと手を挙げてもらってもいいですかね。500人いるから1人ぐらいは分かってもいいんじゃないかなっていうか、手を挙げても、あ、いたいた、君、うん、言う、ちょっとこっち来て、こっち言う、これは心臓移植の、まあ、手術ですね、手術をどうやってやるのかっていう、あ、ちょっと上上がって、はい、何年生、中1です。中1、はい、じゃあこの前まで小6だ。あ、はい、あ、すごいねじゃあどうやって心臓移植するんですか。まず静脈から切って、はい、その後と、もう一つは心臓の方の静脈をつなげて、うん、でその後動脈を切って、そしてもう片方の心臓の動脈をつなげる、うん、正解正解。この本をあげようかな。僕これ留学医師ライブっていう海外で働いてる医師のインタビューをしたまとめた本を作ってるんですけど、これあげます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとう、素晴らしいですね。唯一1個だけ間違いあるとしたら、静脈じゃなくて静脈ですね。静脈ですけどありがとうでもね、言いたいことは分かりました。ほぼほぼもうね、間違いないと。中1でこのレベルはすごいですね。期待ができますよ。心臓を取り出して新しい心臓を入れるのが心臓移植だと。すごく簡単ですよね。こんな感じで5つ質問出してきますん でこれ皆さんね、5つ理解したらもう明日からですね、心臓移植できますんで、理論上は。続いての質問いきましょう。じゃあどうやって心臓を取り出すんですか。これ分かる人いますか。これちょっと難しいかもしれないですね。解剖のこととか知ってなくちゃいけないかもしれないですし、難問ですね。次も多分ですね、プレゼントは本になると思いますので、誰かいますか。なかなかいないですね。彼は一緒、同じ子、同じ子だね、同じ子だねあ、いたいたいた、君、この緑の子、これはね、ちょっとなかなか答えられないかもしれないですけどね。その、まあ詳しくですね、どこの血管とか
そういったことを答えてもらえると、まあ、100点満点かなという感じですね。はい、どうぞ、あ、どうぞ上がってください。はい、あ、じゃあこちらに。おお、大人気。学年は高1です。高1、はい。そしたら、質問です。どうやって心臓を取り出すんですか？まず全身麻酔をして、はい、その後メスで胸を切り開いて、はいはい、で、まあ、取り出します。で取り出す、胸が開いて心臓が出てきました。どうやって取り出します？それを、はい、どうやって心臓を取り出しますか？まあ、血管を血管を、なんていう血管ですか？血管は何個あるんでしたっけ？何個の血管を切るんでしたっけ？5個ですか？5個、正解。5個の血管を切ると。じゃあ5個の血管それぞれ言ってもらいましょうか。大動脈、正解。あと4つ。大静脈。大静脈は一つだけでしたっけ？大静脈は確か上と下の2つある気がするんですね。上と下2つ、1つずつ言ってください。上の大静脈と下の大静脈、上大静脈と下大静脈、正解です。はい、あともう2つ、大動脈、上大静脈、下大静脈、あと2つですね。はい、肺静脈、はい、肺動脈、正解。すごい、すごいですよ。はい、おめでとうございます。ありがとうございますね。はい、そうなんですよ。心臓と体がつながっている箇所がですね、5箇所あって、それをね切ると、心臓っていうのは取れるんですよ。でさっき言ってくれたように、まあ、難しいんで覚えなくていいんですけれども、大動脈、肺動脈、肺静脈、上大静脈、下大静脈っていう5つを切るだけで取り出せます。で今回その動画を見せようかなというふうに思いますので、注意ですね、ここから心臓出てきますんで、はい、見たくない人はこうやって目で隠してくださいね。はい、でこれ絵なんですけれども、これはですね、心臓を実際に僕見てる様子ですね。心臓をこう普段見てる映像よりもちょっと横に傾いてるような気がすると思うんですけど、手術する人はですね、患者さんの横、右の横に立って心臓を見るんで、心臓はこう傾いてるように見えてきます。はい、でこれが、映像ですね。これ分かりますか？これ赤くてほとんど見えないと思うんですけど、ここが心臓なんですよ。これで今ここで心臓を切っちゃおうかなっていうふうにしてるってところですね。はい、ハサミでチョキチョキチョキって切っちゃえば割と切れちゃいます。でこれはね、さっき言ってた大動脈っていうものを今度は切ってるところですね。こんな感じで、サクサク切ります。で一部ですね、ハサミで切れないものとか血が出ちゃうよとかいうときは電気メスって言ってですね、電気の力を使って、ものを切る道具を使って、今見てますよ、見てるような感じで切っていきます。で、ちょっと飛ばすとですね、今わかります？これ、これこっちが、ここがもう心臓なんですよ。これ心臓で、これ体の方、心臓のこのここをもう取ったら心臓取れちゃいますよって、こういうところまで来てますね。これね、約だいたい10分ぐらいで取れるんですよ、心臓頑張れば。だから心臓外科医がいて患者さんがいたら、本気出せば多分20分ぐらいで心臓って取れるんですね。はい、こんな感じで電気メスでピーってやると、はい、取れた。はい、あとこれでも心臓なくなっちゃったって感じですね。はい、はい、じゃあ心臓取れましたと。よし、あとは心臓入れるだけだなっていう感じなんですが、じゃあこれ心臓取ってから心臓入れるまでの間、まあどんだけ早くやっても3、40分ぐらいかかるんですよ。3、40分間の間、心臓がなくても生きていけると思いますか？どうでしょう？これ3つ目の質問です。何か、答えある人ぜひ来ていただいて、あ、そこの前の子、前の白い子、はい、君、あ、違う、そこじゃない、そっち。
ごめんごめん。はい、ありがとう。はい、はい、学年は高2です。高2、あ、じゃあ高2だったらもうかなり高いレベルの理科、科学、生物をやってるんで100点の回答がもらえると思うんですけれども、まずそもそも心臓がなくても生きていけるのかどうかっていうのを聞きましょう。生きていけますか？厳しい。心臓がなかったら厳しいと。そうですか。いけますか。あ、いける、あ、いけます。OK、いけます。はい、そうなんです。心臓がなくても人間は生きていけるんです、はい、じゃあどうやってというか、そもそも人間が死ぬってのはどういうことなんですかね。どうなってしまうと人間は死ぬんですか。心臓が止まる。心臓が止まる、それは哲学的な問いなんですけども、心臓はないんですよ。もう心臓はなくて、ただ、生きていけられるんですよ。じゃあ何をしてあげれば生きていけられると思いますか。そう、機械とか使って。機械とか使う。あ、それはね、かなり正解に近いですよ。なんで機械使うんですか。血液を送り出すためとかですか。血液を送り出す、素晴らしい。血液を送り出すために機械が必要なんですよ。じゃあどこに血液を送り出すために機械が必要なんですか。脳とかですか。正解、大正解、素晴らしい。頭にさえ血液が流れてれば人って死なないんですよ。心臓がなくても何でも。ありがとうございます。これリキッドですっていう飲み物です。はい、あとボールペン、ボールペン、はい、ありがとうございます。これお酒じゃないかな、水なんで単なる。はい、これはですね、結構勘違いしてる人が多くって、人間って心臓が動いてるから生きてるっていうふうに思うかもしれないんですけど、実は違ってですね、人間は頭に血液がいってるから生きてるんですよ。頭に血液がいくと何が起きるかっていうと、頭の細胞っていうのは常にですね、酸素が必要なんですよ。酸素を栄養源にして活動してるんですよ。逆に言うと酸素が届かないと頭の細胞ってもう4分5分ぐらいで壊れちゃうんですよね。で、他の臓器、例えば心臓とか肝臓とか肺とか腎臓とか他の臓器は実はもうちょっと頑張れるんですよ。30分とか1時間とか血液とか酸素がない状態が続いても大丈夫なんですけど、頭だけはですね、まあめちゃくちゃ大事だから、もう5分とか血液の流れが止まっちゃうと、死んじゃうんですよね。なので、まあ、逆に言ったら心臓がなかろうが何がなかろうが血液さえ頭に送っていれば、生き続けることができるんですね。で、ここからまた、心臓が出てきます。今度の動画はですね、人工心臓の動画ですね。人工心臓っていうのは心臓が動かない人に心臓の代わりとなる機械を植え込む手術になるんですね。今ここに見えてる銀色のメタルの機械があると思うんですけど、これ今ね心臓にくっつけてるんですよ。で、これが中にモーターがあってですね、これが血液をこうぐるぐるぐるって回してものすごい勢いで体中に流すっていう機能を持ってるんですね。で、これを入れることで頭に血液が送られるんで心臓が動いてなくても生きていけるんです。で、この人工心臓っていうのを植え込んでる患者さんっていうのは日本にもアメリカにもかなりの数いますんで、普通に生活してますから。だからそういう人たちは心臓がほぼ、まあ、あるんだけど心臓がないような状態でも生きていけるっていう状況になってるんですね。それはなぜかっていうと頭に血液が送られてるから。で、他のすべての臓器、腎臓、肝臓、肺、すべての臓器がなくても頭さえあったら人間ってのは生きれるんですよ。だから SF の漫画とかアニメとかドラマとかで出てくる脳みそだけが浮かんでて栄養液の中に、でそれが意識を持ってるみたいなものがあると思うんですけども、あれって実際にやろうと思えば可能なことなんですね。じゃあ、残り2問ですね。4番目、頭にじゃあどうやって血を送るのか。これは結構心臓外科の専門的な質問になってくるんですけども、ここまで来るとなかなか難しいかもしれないですが、ぜひ商品もいい感じになってきますので、ぜひ、手を挙げていただけると嬉しいです。どうでしょう。じゃあ一番前の君、頭にどうやって血を送るのかですね。おお。どうも。なんか分かってそうな感じの雰囲気がありますね。はい、学年は高校1年生です。高校1年生、はい。そしたらですね、頭にどうやって血を送るのか、教えてください。人工心肺に静脈と動脈をそれぞれつないで血液、酸素を入れてちゃんと含ませた血液を送り出す。すごい大成果ですよ、これは。これはですね、僕はちょっとこう助け舟を出そうと思ってたんですけれども、助け舟いらずですね、
必要なもの2つだけなんですよ。血液を心臓の代わりに頭に送る機械、それは今彼が言った人工心肺ですね。心臓と肺の代わりをする人工の心肺と、その機械と体をつなぐ管ですね。今彼が言ったように動脈と静脈に1本ずつ管をつなげるんですね。それによって血液を流したり回収したりするということで、素晴らしいですね。ありがとうございます。特製 T シャツがあるんで、ぜひこれ持って帰ってください。皆さんに自慢してあげて、はい。彼が言った人工心肺っていうのはこの動画で出てくるこれですね。今ぐるぐるって回ってるモーターがあったら分かると思うんですけど、このモーターが回って血液を体中に送るっていう機械を使います。でこれを、さっきの映像でもちょっと出てきたと思うんですけれども、この2つの管があってですね、1本は動脈、1本は静脈につないでいます。で何が動脈静脈って、よく分かんない人もいるかもしれないんですけれども、要は体って心臓が血液を全身に送り出して、で全身に送ってきた血液っていうのは 体から心臓に戻ってくるんですね。それをずっと繰り返してるんですよ。で心臓移植をするってなったら心臓取り出さなくちゃいけないけれども、さっき言ったように体中に血液を流さなくちゃいけないし、あとは心臓を取ったところに血液バーって出てきて大変なことになっちゃいますよね。なので2本の管を入れて、1本は体中から心臓に血液が戻ってくる場所があるんですね。そこに1本管を入れて、そこから血液を全部回収しちゃうんですよ。要は心臓に血液が戻らないように管から全部血液を回収すると。でその後にそれが人工心肺の中を回って今度体の中に返すってなったら、心臓の出口、心臓から体中に血液を送る出口の場所があるんですけど、そこに管をつないでそこから血液を送ってあげるんですよ。要はバイパスするような形ですね。心臓の手前で血液を回収して心臓の出口から血液を出してあげれば、心臓自体にはですね、血液がなくなってポロッと取っても問題ないんですよね。ポロッと取っちゃって、あとは人工心肺が心臓の代わりに血液を体中に送るっていう状況を保つことができるんですよ。でそうすると頭に血液、すなわち酸素が行き続けるので死ぬことはないし、他の肝臓とか肺とか腎臓とか他の臓器っていうのも傷まずに済むっていう、これをやることで移植っていうのはできているっていうことなんですね。じゃあ最後の質問ですね。最後の質問、どうやってじゃあ新しい心臓をつけるんでしょうか。これは、じゃあ そこ彼見えないな、その一番最初に手上がったその右あこっちだったなあ、でも君でいいよ、あいいね、はい、はい、何年生？2年です。2年生、はい。じゃあどうやって新しい心臓をつけるのか教えてください。つけるくっつける、やっぱ糸で縫ってからひっつける。素晴らしいです、はい、正解。糸で、切り取った5箇所をつなぎ直せば正解なんですね。ありがとうございます。プレゼントはですね、これ最後のやつ一番いいやつにしたんですけれども、これオペギのセットがあるんでぜひこれ着てもらって、あ、これ帽子もあるんで、ぜひこれ後でね写真一緒に撮りましょう、はい。今のうちにね着といてもらって、後で写真を撮りたいので、はい。最後の動画ですね、これで、切り取った動画を、くっつけた心臓をくっつけたものを、出したいと思います。これ動画出てきますよ、心臓、はい。さっきのねスペース、右側のスペースのところに心臓があるの分かりますか。新しい心臓ですね、これが新しい心臓、こっちで、こっちが、古い心臓というか、もともとの体の方ですね。でそれをこういうなんかこうカーブで曲がった針を使ってこう縫い合わせていくんですね。等間隔にきれいになるように縫っていけば基本的には血が出たりすることもない。でこれで全部さっき言ってた5つの血管っていうのをつなぎ合わせて血液を心臓の中に戻してあげると心臓って勝手に動き出すんですよ。すごい臓器ですよね。で普段心臓外科医って結構もう細い1ミリとか2ミリとかの血管をつなぐ手術をしてるんで、実は この血管でも3センチとか4センチとかすごくでかいから簡単なんですよね、この手術って主義的には。だから例えばアメリカとかだって4000件たくさん心臓移植の手術を行ってるんで、もう若手の1年目2年目とか卒業したての外科医とかが練習ではないんだけれども手を動かすための練習として心臓移植の手術を一部やったりとかっていうことが結構行われてて、それは日本とだいぶ違ったりするところなのかなっていうふうに思ったりしますね。
ということで皆さんこれでですね5つ答えてもらったので、明日からですね何か困ったら心臓移植をやってもらえればいいかなというふうに思います。はい、続いて、あとちょっとおまけ的にですねロボットを使った心臓手術ってのも行われてます。でここからもちょっともう一個だけねちょっと心臓が出ますんで注意してください。これはですねロボットで、ロボットのアームを使ってですね心臓の周りにある血管にですね別の血管をつなぐっていう手術をしてますね。今こうホッチキスみたいなのがあると思うんですけどこれホッチキスなんですよ。ホッチキスを使って血管を別の血管につなぐっていう処置をロボットを使ってやってるんですね。まあ、心臓手術っていうのは、まあ心臓移植から始まり、まあ、こういったですね最先端の手術最先端の治療みたいなのもやってる非常に面白い科であるっていうことを、知ってもらえたらいいなというふうに思って、こちら動画を出してきました。まとめですね、心臓外科医になりたかったのはモテたいで今もモテたいと思ってますが、一方でですね人の命を救うとか、複雑だけどもまあ面白い仕事なんだなっていうふうに今では思っています。続いてYouTuber ですね、はい、これその学生さんがこれを見てですね僕に講演を依頼してくれたということで、ありがたいです。僕はですねチーム和田本物の外科医 YouTuber というチャンネルで、YouTuber をやってます。今21万登録まで来ていてぜひですね、皆さんにも登録していただけたら嬉しいなというふうに思っています。で YouTuber になった理由はですね、暇を潰したかったんですね。すごく暇だったんですよ。3、4年前ぐらいですねちょうどコロナが流行ってで、まあ、心臓手術もかなり数が減ってきた状況で時間を潰すのに何か面白いことないかなと思った時に、まあ、見つけたのが YouTube だったと。で、まあ、いろんな動画を上げてるんですけども最近だったらアメリカの高校で、授業をしている動画を上げたりとかしています。で今回はですね今回撮影した動画も今撮影してもらってますけども、後日、公開しようと思いますんでぜひですねチャンネル登録して見ていただければいいかなというふうに思います。さっき出た子たちもね皆さん出てきますんで一応ねプライバシーに配慮してちゃんと目は隠してやります。皆さん有望なね将来を潰しちゃいけないですんでちゃんと目を隠して、やらせていただこうかなというふうに思っています。まあ、この YouTube を見れない学校で YouTuber が講演するのは正直きついんじゃないかと思ってですねちなみにチャンネル登録してますよっていう人いたらぜひ手を挙げてもらいたいんですけどどうですか。あ、かなりいらっしゃって後ろの席の人たちがすごく多くて嬉しいですねありがとうございます。じゃあショート動画だったら見たことあるよっていう人いますかね。あ、それはあるじゃあ君たちは登録をしてください次見たらねぜひお願いします。はい、YouTube をここで禁止されているところで僕が講演をするのにちょっといろいろと考えてみたんですね。なんで工学館で YouTube とかあるいは携帯も禁止されているって聞いたんですね。で禁止されているのかっていうのを、まあ、真剣にですね、皆さんのためを思って考えてみました。で YouTube や携帯っていうのは情報収集だったりとかコミュニケーションツールとして非常に役立つ。でこの世の、ね、エンターテインメントの約9割ぐらいを担っているとでも過言ではないぐらいですね今必要なものになってきると思います。ただ一方で、まあ、時間を食い潰すモンスターではあるなと。もう依存しちゃって携帯ばっかずっと見てる。僕なんかそうですね。もうほぼほぼ毎日携帯ばっか見てるような状態で仕事できないと。で今皆さんはね、今後、まあ、大学受験とか勉強が控えてるっていうところでこれが弊害になってくるのかなというふうに思いますね。工学館のおそらくですね僕の予想する目的の一つっていうのは、まあ、偏差値の高い大学だったりとかあるいは医学部だったりとか有名大学だったりとかそういうところへの進学率を上げるっていうのが目的の一つにあるんだと思いますよ。でそういう意味では、それは学校とかねあるいは学生あるいは学生の親の望みでもあるんだと思うんですね。で YouTube や携帯っていうのがさっき言ったような理由で勉強する時間を少なくしてしまうと大学進学率が下がってしまう可能性があると。だから YouTube 携帯は禁止されてるんですよ。納得と。でも本当にそうなのかってちょっと疑問に思いますよね本当にそうなのって。僕は一応 YouTuber ではありますけども科学者でもあるんですね。医学者というかなので、まあ、何か疑問があったら検証したいっていうふうに常に思うんですよ。で仮説を立てました。 YouTube や携帯が大学進学に悪影響を及ばさないあるいはですね逆の可能性だってあるんじゃないかと。すなわち YouTube や携帯を持っていることで大学進学率が向上する可能性だってあるんじゃないか。それは検証するべきなんじゃないかっていうふうに思うんですよ。医療界あるいは科学の世界でですね最も
科学的に確からしい結果が得られる研究方法の一つに RCT というものがあるんですよ。これ皆さんですね、科学系の、まあ、大学とか科学系の就職をしていったら必ず出会う研究の一つなんですけれども、まあ、ランダマイズコントロールトライアルって言ってランダムにコントロールされた研究なんですよ。まあ、よくわかんないですけども、まあ、具体例を出してお話ししましょう。例えば今回のケースですね、工学館の学生が YouTube や携帯あるいは、まあ、携帯電話ですね、携帯電話を使用するしないで大学進学率あるいは、まあ、偏差値とかですねに変化があるのかどうかっていうのを調べたいと。例えば工学館高校3年生100人を集めます。でそれをですねランダムに2グループに分けるんです。 AB 君は A 君は B、 これはランダムじゃなくちゃいけないです。ランダムに A、B に振り分けて A 群は A グループは携帯を OK にします。で B の方は携帯は絶対ダメって言うんですね。でそれで1年間経過を見てその後にですねその50人がどれだけ大学に行ったかで50人大学行った大学の平均偏差値はどれぐらいだったかっていう、これを両群で両方のグループで出すんですよ。でこの2つを比較することで携帯があることが本当に悪影響なのかあるいは同じなのかあるいはいい影響を与えるのかっていうのが分かるはずなんですよ。でこれをやった上でもし悪影響があるんだったらむしろ工学館初でやっぱり YouTube や携帯は悪影響があるからみんな高校中学高校どこの全世界いわゆる日本全国の高校は YouTube 携帯をやめるべきだっていうふうに提言できるし、逆にもしこれが同じあるいは YouTube や携帯によって大学進学率が伸びるんだとしたら即刻このルールをやめた方がいいと思うんですよ。でこれはぜひ学生の中でですねそれに対して不満だったりとかなんかなっていうふうに思う人がいたらですねこの研究をやってみることを僕は強くお勧めします。なぜなら僕は YouTuber で皆さんに YouTube 登録をしてもらいたいので YouTube を見てもらわないと困りますから、ぜひですね、こちらちょっと頭の片隅にでも置いていただいて、特にね若い中学生ぐらいの人たちはですねまだ時間ありますんで6年間ですね、中学生1年生は今からずっと6年間 YouTube 携帯なしで生活するのはやっぱ大変ですよね。だから今のうちにそのスタディをして、まあ、高校1年生ぐらいになったらルールが解除されたら嬉しいなっていうふうに思うんじゃないかなと思います。はい、ちょっと、脱線しちゃいましたけれども、僕は YouTube でですね、まあこれショート動画見たことある人いるかもしれないですけど、ショート動画で、まあ、医療の、質問に答える動画を流したりとか、あとはですね心臓移植を実際にやる、まあ、ゲームですけれども動画を流したりとかしています。はい、実際にはね心臓は落としちゃいけないですよもちろん。はい、であともう一つはですねこれ、留学医師ライブって言って、まあ本来ですね僕の団体っていうのはチームワダっていう団体をやっていて、それはまあ、僕のようですね海外で働く日本人医師の人たちが、まあ、多く集まってですね、その今後若い先生とかあるいは医学生とかあるいは高校生とか中学生で海外で働きたいとかあるいは海外で医師になりたいとかっていうふうに思ってる人に対して情報を提供するっていうようなことをしています。まあ、具体的にはですねこんな感じで、海外で働いている日本人医師の一人をゲストに招いて、で、みんなと、まあ、そのどうやって海外に来たのかとかどんな問題があったのか日本との違いは何かとかそういう話を、してるっていうようなライブ放送になりますので、これ後でですね海外で働くの項目のところでまた詳しく話しますけれども、ぜひこれはねかなり、今までの動画の中で一番皆さんにとってひょっとしたらですね役に立つかもしれない情報がたくさんあるものなので、今までに100人以上のですね医師の方に話を聞いてるんで、医学部に興味ないとか医師に興味ない人でもですね海外に興味があるとかあるいは将来のキャリアに興味があるって人はぜひ一度見てもらったらいいかなというふうに思います。ちなみにこれね横に写ってるあの綺麗なお姉さんいるんですけど、これアシスタントの歌さんって言って今ここで動画を撮ってもらってるんですけれども、僕実は最近彼女と結婚しまして、でそうなんですよ。でこれこのライブを始めたのはそもそも彼女と仲良くなりたかったから始めたので、やっぱ動機はね常に不純なんですよ。動機は常に不純なんだけど続けていくことで、これ今見たらねその事実知らなかったらすごい尊いなんかねちゃんと後輩のために頑張ってるんだっていうふうに思うかもしれないですけど、実はですね彼女と仲良くなりたかっただけなんですよ。だから不純な動機で始めたことなんて、まあなんだろう、後になってみたら別に誰も気にしてないというかそんなこと関係ないわけなんですね。それを伝えたかったっていうのもあります。チームワダ本物の外科医で検索してチャンネル登録をぜひお願いします。YouTuber のまとめですが、動機は暇つぶしで始めましたが、まあ情報発信っていうのが人の役に立つことがあるっていうことがなんとなく分かってきました。
ごめんなさい、長くなっちゃいましたけど、最後海外で働くことですね。これは駆け足でいきます。シカゴはここですね。僕は2016年からシカゴで働いています。ここら辺で海外で働きたかった理由は、他の人と違うことがしたかったっていう、まあ月並みな理由ですね。別に海外で活躍してやるとかどうこうしてやるとかっていうことじゃなくって、別の他の人がみんなで日本で働いてるっていう状況があったから、僕は違うことがしたいかなっていうふうに思ったっていうのがあります。ただね、そんなに簡単なことでもなくって、やっぱり海外で働くときにいろんな壁に直面するんですよ。言葉の壁とか文化の壁とか孤独の壁とかで、そういうのにやっぱ乗り越えられなくて諦めてしまった人とか、情報がなくて何も分かんなくて挫折してしまった人ってたくさんいるんですね。で、さっきの話に戻りますけども、その留学医師ライブっていうものを見ることで、海外で働く医師に限らず日本人っていうのがどうして海外で働くのか、どう準備してきたのか、日本との違いは何なのかっていうことを知ってもらえるんだと思うんですね。でもちろんこれは僕はアメリカで働いてるから、もちろんアメリカが好きでアメリカで働くことに対してなんか喜びとか幸せなんですけれども、みんながみんなアメリカで働いたらいいっていうことでは全くないんですよね。全然日本で働くことも素晴らしいことだし、ドイツで働いてもいいし、何でもいいんですよ。だから今回の話ですね、海外で働くのがいいですよとか、アメリカ絶対いいよっていうことでは全くないんですよ。ただですね、皆さんに知っててもらいたいのは、日本で働かなくても別にいいんですよ。日本に生まれて日本で生きてるから、じゃあ就職は日本にしようっていうふうに限定することはないんですよ。別に自分が選んでアメリカで働いたら働けばいいし、ドイツで働きたかったら働けばいいんですよ。皆さんはドイツで働くっていうのがどういうことなのか知らないし、アメリカで働くっていうのがどういうことか知らないから、日本でじゃあ働けばいいやっていうふうに思うかもしれないけど、それって結構実は日本では普通のことなんだけど、海外とか別の国に行ったらそれって普通じゃないことって結構あるんですよね。自分の国で働けない状況があったりとか、自分の国の例えば政策とか環境が良くないからアメリカとかヨーロッパに行って働くとか、そういう人たちたくさんいるんですよ。で、日本は日本で働くことが全く問題なく幸せにできてるから、逆に外に行くってことを考えないんですけども、考えてみたら別にどこで働いたっていいし、その選択肢っていうのを広めてもいいんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですね。自分は医者になりたいとか、自分は例えば警察官になりたい、自分は教師になりたいとかっていう選択の一つとして、自分はアメリカで働きたい、自分はヨーロッパで働きたいとかっていうことっていうのが頭の中にできてきてくれたらいいなというふうに思っています。この留学医師ライブで2つなんかすごく僕の心の中に残ってるエピソードがあったんで紹介させてください。一つはネガティブな言葉っていう、これはまあ留学とか新しいこととか、まあ無理難題にチャレンジする人たちに必ずかけられる言葉なんですね。他の人がやらないことをやる人へかけられる言葉、君には無理だとか、それはできないとか、もっといい時間の使い方をしたい、時間の無駄だとか、そんなことをするよりこっちをした方がいいっていう、こういうネガティブな言葉っていうのはもう全ての海外で働いている日本人医師が言われてきた言葉ですね。でそれを弾き返してなんとかやってきたっていう人に、でも逆に言うとそのネガティブな言葉によってディプレスコを押し潰されて途中で辞めてしまった人たちっていうのもいると思うんですよね。だから僕はもうそういう言葉に絶対に押し潰されてほしくないっていうふうに思っています。で、ライブの中で一人ですね、麻酔科医の先生で、まあ、同じようにですね、若い時に君には無理だよ、あなた頭悪いから絶対アメリカでなんか英語喋れないからアメリカでなんか無理だよっていうふうにすごい言われてきて、でも頑張って勉強してやってアメリカで働いていってる人がいるんですけども、その麻酔科の先生にネガティブな言葉を言われた時どうでしたかっていうふうに言ったらですね、こう言ったんですよ。この一言はすごく印象的ですね。そんなんファック言うだと。で、これね、ファック言うなんて言っちゃいけないんですよ、絶対。こんな言葉は、ね、使っちゃダメです。これもう絶対言わないでください。でも、めちゃくちゃ的確な表現だと思ったんですよ。ネガティブな言葉を言ってくる他人、自分がこうしたいんだっていうふうに思うのに、お前そんなん無理だとか、笑ったりとか、そんなんできないよっていうやつは全員総じてファック言うなんですよ。そんなやつのことを聞かなくていいんですよ。それを言っちゃダメですよ、F ワードってね。これ絶対言っちゃいけないですけども、頭の中に入れておいてもらって。ただですね、1点だけ、ネガティブな言葉には実は真実が含まれるってのも一つの事実なんですね。で、どういうことかっていうと、まあ、嘘をついていいことを言うっていうことはあるんですよ。例えば嘘をついて褒める、医学部の教授の先生が講演をしました。で、その時に仮にそれがすごくつまらない話だったとしても、みんなで聞いてる人は、あ、めちゃくちゃ面白かったですって言うんですよ。そこで、あ、先生の話全然面白くなかったですっていうバカはいないんで、みんなおだてるんですね、褒めるんですよ。
偉くなったりとか年齢が経てば経つほどそういう人たちが増えてきて裸の王様状態になるんですね。逆に言うと嘘をついてわざわざ貶めるような悪口を言う人ってのはいないんですよ。だから例えば学校で言うと校長先生ですね。校長先生が仮にですねつまらない話をしたとしても皆さん必ずいや面白かったですっていうふうに言うんですよ。もちろん工学館の校長先生はね話は面白いと思いますよ僕はすごく。なので今回ね僕も僕ですらやっぱりねもう40になりますんで裸の王様の、プロセスを積んでるとは思うんですけれども、ぜひねこの講演が終わったらですね僕に面白かったですよっていうふうに言ってください。僕は喜びますんでそれでも。はい、まあ必ず訪れる本物の裸の王様時代ですね。はい、なので実はネガティブな言葉を言われるっていうのはファックユーなんですけれども、ただ半分ぐらいはですね聞いてもいいのかなって。なぜならばネガティブな言葉の中にはやっぱり真実が含まれている部分、批判的な意見っていうのはやっぱり何かしら直すべきところがあるとかそういう部分があるから半分は聞いてもいいのかなっていうふうに思います。はい、で最後のね成功者の共通点で、これは海外で働く日本人に共通することなのかなっていうふうに思うんですけども、成功した人に共通する要素っていうのは思い描く未来あるいは描いた未来がかなりクリアにはっきりしてるんですね。成功ってのはすなわち自分の思い描いた未来に近づくことなんで、それはまあ当然のことを言ってるんですけれども、これがすごく難しいんですよ。未来を思い描くことっていうのが一番難しくって、おそらく何かやること、例えば目の前のことに勉強することって一番簡単なんですよ。やるだけだからドリルをただただやりますって。ただ例えば計画を立てること、1週間後のテストに受かるために勉強しなくてな、じゃあ何時間何時間何時間やろうって、これを立てることはやることよりもちょっと難しいんですよ。でさらに言ったら、じゃあなんでそのテストの点数高くならなくちゃいけないのかっていう、その目標を定めることの方が計画を立てるよりも難しいんですよ。でさらに言うと、なぜその点数が高いと自分が最終的に幸せになれるのかっていう、自分の目標あるいは自分の夢、自分が幸せになるべきところの到達点っていうのを自分が知るっていう、その自己分析するっていうことが非常に難しい。これができてればですね、むしろみんな成功者になれるんですよ。でもなかなかこれ得意不得意があってできないと、まあ、できる人はできるし、できない人はできないですね。で、まあ、僕も実は全然そういうことできなくてですね、1年後のとか5年後のとか目標なんてないんですね。僕は常に1日1日1秒1秒前しか見れない人間なんですよ。ただですね、そういう人には一応僕からのアドバイス、まあ唯一のアドバイスというか、僕はこうしてますよってことをお伝えすると、まあ先5年後のことはちょっとできないなっていう人がいたらですね、まあ今ですね、今現時点をまあ幸せ、まあ僕の中では楽しくなんですけど、楽しくすることでもう全部 OK にすると、もうこう過去にあった後悔とか過去にあったなんかまあ悪いこととか全部 OK にする。なぜならばそういうのがあって今自分が楽しいっていうふうにいられるんだっていうふうに思えるから、全部 OK にするような自己マインドコントロールみたいなものをして、最終的に辻褄を合わせるんですね。なんか今楽しいから、まあ、過去いろいろあったけどいいじゃんっていうふうな感じの感覚とか性格でいると、先の未来のことが決まってなくても割と幸せにやれてますんで、もしさっき言ったような未来を思い描く能力が自分にはちょっと難しいなっていうふうに思ったら、こっちの道ですね、辻褄合わせを、する力を身につけるように頑張ってもらえればなと思います。まとめですけども、動機は人と違うことをしたいという思いで始めましたが、現在は日本国外あるいは日本国内ですね、で働く選択肢っていうのを、まあ、支援するような活動をしています。ちょっと時間延びちゃいましたけどすいません、最後まとめですね、何かを行う動機は不純でいいと、僕が今まで言ったことすべてですね、動機は不純でしたね。で今なお不純な動機っていうのはたくさんありますよ。お金もっと儲けたいなとか人気者になりたいなとか、でもそれで全然いいんです。社会に貢献する大人になろうとなんてしなくていいんですよ。自分がそういうふうにしたいと思わなければ、自分がしたいと思えばやろうと思えばいいですけども、自分が別にそんなの興味なかったらそんなことをする必要はないと思います。人の意見は半分聞きましょう。特にネガティブな意見っていうのは半分だけ聞いて半分は忘れてしまっていいと思います。未来を明確にするか、あるいは辻褄合わせをすることで楽しく生きてもらったらいいかなというふうに思います。最後にこれ大事なんですけれども、これら今まで言ったことっていうのはですね、必ずですね
体の内、心の内の中に潜めておいてください。皆さんぐらいの学年の時はこれを表に出していくと、こいつちょっとやばいやつだなとか、あの就職面接で切られたりとか、大学の小論文で落とされたりとかしますんで、こんな考えはもう忘れてください。これは僕ぐらいの30、40、ミドルぐらいになってきてからちょっとずつ考えていくことだと思いますんで、今もしこれに共感した人がいたとしたら、心の中に収めて、それをあまり表面に出さない演技力でカバーしてもらえればなというふうに思います。以上です。ご清聴ありがとうございました。講師の先生が登場されます。拍手でお送りください。めっちゃ美味しかったやん。 ありがとうございます。